皆さんおはようございます。この放送はギズモキャストのウェブページを見ながら聞くとより楽しめるようになっております。 Google、Yahoo、Bing、アルタビスタ、千里眼でギズモキャストを検索してウェブページをぜひご覧になってください。こんにちは。こんにちは。ギズモショップの清家です。妖怪ハンターの五条さんです。はい。本日、いきなり、すいません。PR です、また。慣れました。まあいいですよね。もう、これは文句言わないです。私の設備で全部やってるんだからね。うん。ギズモキャストの宿命ですから。はい。はい、そうなんですよ、はい。だんだんとね、商売系出てきて。はい、まあ、ちょっとぐらい、勘弁してくださいってことで。はい。ギズモキャスト、はい、じゃあ始まります。始まります。ギズモキャスト。ヤッホーフランコ始発パイ懐かしいっすね。それはあのオットピンさんですね。オットピンさんと元気かないっすね。ヤッホーって聞いたら、はい、でも僕フォレール思い出しますね。それあんた熊本の人ですよ、ね。はい、ね、あの昔あの知らない方についていいですね、うん、あのちょっと言っときますけど、昔ですね、うん、何十年前かな、もう30年以上前ですかね、はい、あの熊本は下通りの奥の方にですね、フォレールという超巨大なおもちゃ屋さんがありました、はい、そうだったね。はい、我々はあそこでですね、プラモデル買ったり、はい、あの電車で模型見に行ったりとか、はい、懐かしいですね。だからね、CM が、ヤッホポレールポレールとか言う。なっちゃったね。ヤッホポレールっていう CM やってましたね。はい、すいません、宣伝させてください。はい、ポレールの宣伝はいいです。ポレールは今はないお茶屋さんだからもいいです、はい、はい。あのですね、ギズモ。今日は何ですか、はい、って、ギズモショップで今度新商品をですね、はい、作りまして、なんか新商品ラッシュですね。そうですね、ラッシュというか、まあ、定期的にポロポロ、はい、出てます。すごいじゃないですか。準備してまして、まあ、これはですね、商品名は、インダスター 52&チルトアダプターセットフォアミラーレスみたいな感じです。おー、つまりあのチルトのアダプターですね、はいはい、にインダスターのちっちゃなレンズをつけて、インダスター50、インダスター50、うん、これあの私初めて見るんですけど、どういう感じなんでしょう。まあ、テッサー型ですね。あ、テッサー、テッサーのレンズで、はいはい、50ミリで、はい、M42 マウントです。あ、M42 ですね、はい、はい、でそれをね、あのチルトにしやすいんですよ。つまりそのミラーレス機のフランジバックが M42 と全然長さ違うでしょ、はいはい、その隙間にチルトアダプターを入れるとちょうどよくチルトレンズができる。あ、マウントアダプターの部分を使って、そうです、チルトをこれ、うん、外しましたらいいじゃないかみたいな。あ、これがまあそのネックスですよね、はいはい、でこれ M42 の、 あのパンケーキレンズ。あ、そっか、このインダスター50って随分薄いですよね。そうそうそう。へえ。で結果ですよ、はいはい、こんな小さくてお気軽に楽しめるチルトレンズはないんですよ。思いません？チルト撮影をしたい人は。ちょっとマジで、うん、あのごめんなさい、うん、すごいとこ気がつくなあ。ありがとうございます。だから僕ね、すごく大事にしてるのが、まあ、商品なんでね、はい、あのやっぱり今やってみたいけどお気軽じゃないものをお気軽に使えないかなっていうのがあるわけですよ。あ、そこにひとひねり考えてるわけですね。です、チルトレンズっていうのが結構高くであるわけですよ。はいはい、いろいろ、ね、ありますよね、チルトアダプターみたいな。そうそう、でニコンとかだったら一眼レフ向けにクソ高いやつはやっぱありますよ。ほうほうほう。だけどあの私今ギズモショップで今度売るのはもうレンズとチルトアダプターで、はい、で各ミラーレス向けに用意するということで、あの、まあ、買って届いてすぐチルトみたいなそういうことですよ。なるほどですね。買って開い箱開いたらすぐチルト、はいはい、いやいや、ちょっと私これはあの、うん、これごめんなさい、これ本音です、ちょっと欲しい、はい、でしょ。でも、蛇腹につかないですよ。お嬢さん何か持ってるんですか、そのミラーレス。あ、しまった。あ、じゃ あ, あります。あ、そうです。フォーサーズ。あ、そう。何持ってる？知らんか。あれ、初めて聞いた俺。え、持ってますよ。何持ってる？あのオリンパスの。なんてやつ？E500。E500。フォーサーズ。あ、フォーサーズ。マイクロじゃない、ね。マイクロね。マイクロじゃないんですよ。はい、フォーサーズです。あの、なんですか、宮崎あおいが好きだったんですか？いや。何で買ったのかなと思って。あ、そうだそうだ。はい。コダックが好きだからです。え、あ。コダックのセンサーのね。コダックの CCD 使ってるんですよ、ね。あ、じゃあ、思い出した、俺持ってる。E500、そこなんでそりゃ。
そうなんですよ、コダックだもんね、はい、そうですよね、うん、なるほどね、あれつかないのか、なんだで、これでね、はい、じゃあちょっと説明すると、はい、ユニット自体がこうやって動くのよ、全体が、あ、ちょっと待ってください、うん、チルとアダプターの部分がすでに自由に回ります、はいはいはい、そしてあとこれで角度を決めるわけね、あ、つまり下向けに角度を指定してこうやって動かすと、はいはいはい、今標準では、はいはいはい、でもこれを、はい、要はですね、ま、そのついてるアダプターのレンズのリングを回すと、うん、と角度が変わります、レンズが首振るわけですね、そうそうそう、フリフリで、全体をこう回すことでその、ま、傾く方向を変えられると、はいはいはい、こういうのを駆使して、やるわけですね、はいはい、あと僕がこのレンズを使ってやると、まあ、要は総額ですごく安くできるわけですけどね、はいはい、これって M40 なんだけど、あれがないんですよ。フォーカス、ほら、絞り羽を開くような、連動が一切ないじゃない。はいはい、そうですね。でも、うん、チルトだとそうならざるを得ないとかあるのよ。だってほら、全部離れちゃうんだから。まあ、無理やり首振り分け、うん、首振るわけですからね。そうそう、つまり、チルトアダプターがあっても、それで先につけるレンズが、なんていうかな、手頃なのが、まあ、要は高いものしかなかったりするし、はいはいはい、まあ、安く用意できて、機能的にも十分使えるようにするのにもいいなと、はいはい、まあ、つまり、はいはい、余計な機能がないっていうかな、そうですね、うん、何も考えなくていいわけですよ、これの要は何ていうか扱うところ、まあ、随分コンパクトですね、コンパクトに、最終的にはコンパクトに済むわけだから、でこれね、まあ、チルト用とも思わなくてよくて、角度をゼロにしちゃえば、これ普通のマウントアダプターになるんですよ、だから、なるほど、はい、そのインダスターを使いましょう、インダスター50で遊ぶっていうのでもいいわけですね、で角度をつければチルト、おまけにチルト機能がついてる、でじゃあどんな写真が撮るのって言ったら、まあ僕が思いつくのはどんなの撮ってもミニチュアになっちゃう、ほう、ミニチュア写真になると、はいはい、かなと、何なんですかね、やっぱりチルト写真のね、フォーカスで狙ったとこ以外のボケが凄まじくなるっていう特性ですかね、よりボケを、はいはい、よりボケを効果的にやりましょうっていうことだね、まあ、それでね、まあ、僕これ正直来たばっかしだからあんまり写真撮ってないんですけど、はい、会社の窓から撮った写真をちょっと見ていただきたいなと、来たばっかりってこれギズモショップの地下工場で作ってるわけじゃないですか、ね、そうじゃないですか、そうです、だからまあウクライナ、これもまたウクライナから下でウクライナの奴隷が働いてるっていう、いやいや、いなませんよ、そんな問題ですよ問題ですね、やばいっすね、やっと来たからね、はいはい、でこれ見てください、じゃあちょっとサンプルの方をちょっと、はい、これはチルトの角度を90度変えて、はい、でカメラを縦置きにしたら、まあ、要はボケる真ん中がピントあって上下がすごいボケてるっていう写真になるんですけど、ミニチュアですね、ミニチュアでしょ、なんか後ろから庵野秀明が出てきそうな、そうですよね、でこれは縦フォーマットで今度は車を撮って、車が、これはあんまちょっと効果が分かんないかなって感じですかね、はい、はい、2枚目終わりました、この3枚目、これもちょっとあんまり分かんない、ね、あ、そうですか、なんかはけて作品でも何でもないんですいません、ね、はいはい、まあサンプルです、これミニチュアなんですか、あ、これはなんか4枚目ね、ぼんやり見てるとなんとなくこうミニチュアっぽいですね、うん、なんか夢の中でほら空飛んでみるような感じはね、なんか空飛んでなんか夢の中、いや、あのですね、はい、ミニチュアセットを、はい、ものすごくよくできたミニチュアセットを撮って、うんうん、でもなんとなくミニチュアのような気がするっていう、はいはい、写真ですかね、ちょっとリアルに近いみたいな。そうですね。じゃあ、これも逆方向を取ったんですけど。これもそうですね。うん、まあ似たような感じですかね。はい。まあ、道消防がありますよ。え？道消防、こう。読む、見るショップ、道消防って。お店が。いや、知らないです。知らないですか？エロ本ばっか売ってるとこ。あ、道消防、道消防、道消防。ああ、うちの近所にある。道消防。っていう歌、 CM の歌、マジで有名が高鳴るドキドキって言って、マジですか、そうです、見たことない、はい、へなんかプリンプリンの姉ちゃんが走ってるんですよ、なんか熊本っぽいな、田舎ローカル、パチンコするみたいなもんすよね、そうそうそう、はい、で、はい、次が、はい、6枚目ですかね、はい、早いな、ペース早いね、まあさっき撮ったとこなんですけど、横方向なんかやっぱミニチュア感バリバリ出てますね、できますね、だから縦にするとほら中心との要は幅が、まあ、広くなるからボケが出やすいのかなと思うけど、出すぎてもいけないね、
やっぱりそのミニチュアっぽく見せるためにはそれなりのまあちょっとノウハウがいるかなと、ね、あこれちょっと何のカメラ使ってるかしたら NEX のこれなんだっけ NEX7 だったかな。いやカメラの名前覚えてください。すいませんちょっとあの僕この前会いたくないでしょ、あのカメラの名前を全然覚えてない、覚えてあげないというあのことを悪口言ってたんですけど、自分もそうだったですね。 NEX すごい落ちがするんですね。なんだっけペ NEX の5、あ、NEX5。7なんて高級なものを買ってるわけだよね。NEX5 ですけど、はい、もう見てください。もう、この、ちっちゃ。万引きしやすいでしょ、ね、すごく小さいですね。シルトレンズついたカメラ万引きできるのってあります？万引きせんでもいいですけどね。けどね、これだったら可能でしょ？こんだけ、だからその、アダプターをインダスタ50に付けた状態で、うんうん、普通の 50mm 標準レンズより短いですね。そうですね。そうそうそう。だからね、もうミニチュア写真最高。何センチぐらいだろう？ 5 センチないぐらいですかね、うん。弱ぐらい。まあね、あの、ネット上で、あの、チルト写真で素晴らしい作品を作ってる人がいるんですけど、はいはい、例えば動画やってる人がいるね。へ動画でチルトで、はいはい、東京の夜中を撮るとか、それ専門でやってる人がいて、はいはい、だからこれもほら動画撮れるじゃない、こういうね、はいはい、あのミラーレス。だからあの、そういうことを真似したりもできるだろうし、はいはい、まあ、正直ね、私自身その来てなんか窓から撮ったぐらいの写真でここまで楽しいんだから、もっとなんか街に出てね、ちょっと使い込んでみると、うん、結構面白い力が出てくるかもしれない思いますよ、はい、これまた楽しいでしょ。これいやこれいいな、楽しさですよね、私は今回目指したのね、すいませんあの、うん、別に本当に宣伝じゃないんです私は、うんうん、でもちょっとこれ欲しいですね。あのまずねミラーレスカメラを手に入れてくださいと思いますよね。そうでした、そっちが先だ、ね、割引しますよ、あの何ですかね、いやもう本当ぜひともあの、協力者というか、たまに安い譲ってくださいよたまにまあ、そんなところで宣伝、これいいですね、うん、まあ、こんなところですけどね、まあ、見栄えもいいでしょ、なんていうかな、この異様さがね、異様さですね、異様ですね、うん、でも思ったよりコンパクトなんですよ ね、 これね、それやっぱりちょっと面白いなと思いますね、うん、提案したけどね、そのこれがやっぱりあの清家さんのチョイスが面白いところですね。まあでも本当これからもね、今年はいろいろ次々と、はいはい、あの面白い商品、あでもですよ、うん、別にこのインダスタ50をの以外を載せてもいいんですよね。そうです、あのいろいろ試したんですよ、あの、例えば M42 のレンズだからほらより明るいレンズつけたらどうかなとか、ねはいはい、思って、例えばあのタクマーとか、はい、ペンタクスですね、タクマつけたんですか、うん、F1.7 だっけね、はいはい、だけどねなんかそのそんな良くなった感じもないんですよね、うん、だからちょっとサイズと使いやすさでベストチョイスかなと思ってますけど ね、 ね、まあ、いろいろ、まあ、レンズによって違いますよ、はいはい、当然ね、あとワイドだったらいいんじゃないかなと思ったけどね、ワイドはワイドでちょっと被写界深度が、広くなりすぎるんですよ、ワイド。ああでしょ、あんまりチルトが生きないと、うん、そうそうそう、うん、だからワイドにする下からどうだって言ってもうんいまいちだなみたいなのがあって、結果これがベストかなと思ったんですよね。まあ大きさといい、うん、まあエフェクトのかかり具合といい、うん、結構インダスタ50の方が一番相性が良さそうだっていう、まあ僕はそう感じたけど ね、 なるほどね、まあ、まあだけどいろいろ試してみるといいと思うんですけどね、はい、もうこれはあのまあ買った皆さんがですね、うん、もう自由につけて遊んでもらったら、うん、まあ面白いんでしょうね、うん、まあ、大事なのはフランジバックの差を利用してこんな風になったっていうところだからね、うん、ただ一つ僕は思うのはね、あの僕ってほら結構70年代大好き主義じゃないですか、はいはい、暗黒時代ですね、うん、70年代あの時代のものを発掘して世の中に出せばいいという、はいはい、そうです。おあのつまりチルトとかも歴史古いわけでしょ、はいはい、昔からっていうか最初のカメラはチルトじゃないですよ、あのほらあの蛇腹のほらでかい、まあ、まあベローズですよね、うん、あのようなけどなくなってる、うん、まあ、させないようになっちゃいますね、そうで復活させるわけですよね、はい、そういう過去の古代文明の優れたイデオなんとかみたいなゴーとかいうああいう感じですか今いやだからね、昔のギリシャ時代はね、その要は学者さんがねエジプト行ってエジプトのアレキサンドロ図書館で昔のことを見て帰ってきて発表した科学だったんですよ。ただ地球は丸いとか。ああ、なるほど。古代文明なんだよ。古代文明の中でもまた古代文明があって、そうそうそうすごくタイムラグがあるわけですね。だからルネッサンスもそうなんですよ。はいはい。あの、ローマ回帰なんですよ。つまりあれは、ただの解雇主義じゃないですよ。
ローマ時代をやればもっと世の中進化すると未来のことだっていうことなんですよ。また偉いこと。政治に至ってそういう、それがそれぐらいルネサンスは偉大なことなんですよ。つまり、うん、我々がやってるのはルネサンスだと。そう、だから70年代からネタを探して今に若い人にほらすごいでしょ、ルネサンスだよ。あの商売のネタを話してしまいましたね。ただ昔のものを発掘するわけ、昔当たり前だったものね、うん、まあ確かに当時の考えのものっていうのは今の土壌じゃ出てこないですからね。なんていうかね、あの省力、なんていうかいらないって言って一回市場が捨ててて、もっと別なものを勉強しなきゃならなかったのよ、うん、なんかそのデジカメはデジカメで実は便一見便利になってるけど、はい、削ってるだけなんだよ何かをね、はい、あの過去ので新たな問題を抱えなきゃならなかった。まあ、ちょっと難しい話ですそれ。いや例えばもう、ま、はっきり言って我慢してあげてるようなこといっぱいあるでしょ。つまりそのデジカメでその例えば、うん、なんかいきなりデータが消えるとか、うん、そんなないじゃないですか。フィルム時代いきなりデータが消える、燃えるとかある、まあ、蓋パカンと開いたとかですね。まああるかもしれないけどね。いや、いやそれとかやっぱホワイトバランスとか本当えらい神経使わなきゃならないですね。なんかですね、うん、フィルム時代は、うん、それはあのフィルムの種類で変えてた感じですよね。やったりフィルターつけたり、あとは音と現像症で何とかしてもらうとかでしょ、だからなんか新しいことをなんか覚えなきゃならなくなってるんですよ。そのただ昔捨てたものが決して、つまりある時点からなくなったものが昔のものじゃないんですよ、うん、ルネッサンス、ルネッサンス。だから70年だから中学の頃思い出したいんですよ、小中学うちな感じ。なるほど、うん、これやっぱりある程度そういう70年代80年代とかを生きてた我々ぐらいの年代の特権みたいなもんですかね、うん、だから当たり前です、例えばフィルムの入れ方、ピントの合わせ方、まあ、絞り決定とかも古代文明の技術なんですよね。もう、まあ、そうかもしれないですね。で、それは当たり前のもんでしょ。お嬢さんから見たら、はいはいね、晴天時では F 値とシャッター速度何にしますか。だいたい250で F16 とか、これなんですよ。それはもう125とか、はい、昔の第一次世界大戦に大砲の名手と言われた人のテクニックと同じです。一シュトリヒがなんとかみたいな。そう、もうなんかガルパンですかそれ。そう覚えてね。ええ、だからで今それが昔のものに思えないんですよ。今ねそれ。はい、で若い人も多分楽しくなると、はい、ハマったらそういうあの露出計算。絶対楽しいと思いますけどね。うん、だからそれを、まあ、ギズモショップとしては見つけてきて、はい、あの猫の目を見て、うん、あ今何時ぐらいだなって分かるみたいな、そういうあの 猫はね、はい、昔猫は時計に使われたのね。あ本当にそうなんですか。本当にそうで、あの例えばね、あの朝鮮出兵の時にあの武将がね、猫を連れていくんですよ。なぜか時間なのよ、時間を知るため。で特にいっぱい連れてたのが島津だったそうです。あそうなんですか。猫が好きなんじゃなくて、猫がね見てたら何時か分かるのよ。決まった時間に行動するから。へえ。で戦争だから時間重要なのよね、はい、何月何日の何の時期に総攻撃しますっていう事前に決めるわけでしょ、はい、で合流するとか、それはけて失敗したら命がけなんですよね。だから時間が必要であると。ところが携帯時計もないわけですよ。猫連れていく、これ本当です。本当ですか。はい、へ、猫は時間あの時計の代わりに武将を使ってたって。おああすごいとこ行きましたね。いやいや、なんでその話になったんですか。わかんなくなった。というわけで、いや、うん、はい、ね、本日はあの、じゃあ本日は、はい、何でしたっけこれ、インダスタ50プラス、あ52、あ50-2 にアンドチルトアダプター、チルトアダプターフォアミラーレス、ミラーレスですね、はい、これまたあのギズモショップから案内かなんかあるんですか、ね、あそうですね、もう発売してるんじゃないですか、この人なんか、そのとこ、なるほどですね、うん、というわけで今日は、新商品についてのちょっとご案内ということで、はい、はい、させていただきました。まあぜひ皆さん遊んでみてください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではのキャスト終わります。さよなら。さよなら。ギズモキャスト。